普通の鯉を観賞用に養殖した変種である錦鯉。海外での人気も高く、日本語のママ KOI と呼ばれています。錦鯉の養殖は、新潟県の旧山古志村で始まり、1914年に催された東京博覧会で、その存在が全国に知られるようになったそうです。動画は、2010年に行われた、どこかの品評会で撮影されたもののようです。こういった品評会に出展される錦鯉の価格は、1000万クラスも決して稀ではないとか。それでは、その反応をご覧ください。